アトランティックサウスイースト航空2254便空中衝突事故はアトランティックサウスイースト航空の定期便だった2254便がアラバマ州ガズデン上空で民間航空商会部隊のセスナ機と空中衝突した事故であるアトランティックサウスイースト航空2254便はエンブライルエンブ120ブラジリアによって運航されていたノースウエスト アラバマ地域空港発ノースイースト、アラバマ地域空港経由のジャクソンビル国際空港行きだった。1990年4月9日にガズデン上空で民海航空紹介部隊のセスナ172と空中衝突した。2254便はノースイーストアラバマ地域空港の滑走路24から出発した後、ジャクソンビルに向け東を目指し、 5000フィートの指定高度で左旋回した。セスナ172は同じ高度で西へ飛行しており、夕日の方向に向かっていた。サマータイムの18時5分に、両機は空中衝突し、2254便の右の水平尾翼が引き裂かれた。大きなダメージを負ったものの、2254便のパイロットは、 ノースイーストアラバマ地域空港に着陸させることに成功した。セスナ172は墜落し、乗員乗客2人全員が死亡した。目撃者は衝突前にどちらの航空機も回避行動を取らなかったと証言した。国家運輸安全委員会は、この衝突の原因は、両方の航空機のクルーの監視が不十分であり、互いが接近してくる相手を把握していなかったことだと、 した。また、セスナ172のクルーは、西日が眩しく、視界を遮られていた可能性があると述べた。ありがとうございます。